ンバーワンのピアノ教室です。子どもたちも何でも先生に話してくれます。話をよく聞いてあげ、励まし、褒めてあげることでまた頑張ろうと思います。ちょうちょう、ぶんぶんぶん、ミリーさんの羊をメドレーにしてお届けします。子どもたちも地理社会の練習勉強で今日も納豆のおいしいところを習ったそうです。納豆といえば水戸、水戸といえば徳川家康の日光東照宮があるところでございますなどと、子どもたちが楽しめるようにクイズ形式であるなしクイズ、いろんなクイズを出してあげることはとってもリラックスしてくれます。音楽は楽しくなければいけません。子どもたちの興味や好奇心を大切に、少しずつレッスンって楽しいな、ピアノって楽しいなと思ってもらえるようなレッスンを心がけております。それではまた後ほど。だるまさんが来るんだ。じゃんけんぽん、あいこでしょ。1歳、2歳、3歳。疲れているときは、これがとっても効果的。ダジャレになぞなぞ。本は本でも、良い本は、良いお手本。タイはタイでも、首にかけるタイは、ネクタイ。輪が三つで、三輪車。これが一番でございます。それでは、また。